都販拓馬は、日本の放送局、毎日放送の東京支社に勤務する、テレビドラマのプロデューサー。群馬県立渋川高等学校卒業稲田大学、第一文学部卒業稲田大学在学時に、自主映画を制作。代表作は、ザックスバー。伊丹グリーンリボン賞受賞。1989年、毎日放送入社。昭和天皇崩御の年、 全国ネット番組のテレビ営業に勤しむ。1991年、日曜劇場、いつからオンの夢を、同時期に撮影された、毎日新聞総監120周年、記念スペシャルドラマ、赤い稲妻、瞳木の上で助監督デビュー。以後数々の作品で、助監督を務める傍ら、民放連優秀賞受賞作、命支えて、ママ、パパはエイズなの 総集編のディレクターを担当。宮古町長、藤山直美主演の嫁シュート目の舞台中継で演出デビュー。1993年、ドラマ30、野々山家の人々でドラマ演出デビュー。1995年、新、中島らも劇場を手のひらで初めて演出プロデュースを兼務。ドラマ30、命つないで、 民放連優秀少女小作、スペシャルドラマ、桜チルヒニでは、先輩 P と共に、プロデューサーに名を連ねた。1997年、一旦ドラマを離れ関西ローカル TBS、系列全国ネットなどで、ディレクターチーフディレクターを担当。報道を兼務する。この時、打ち切られるテレビ番組の悲しさを、初めて味わう。そんな中、 MBS ラジオスペシャルウィークのテレビ CM で ACC 賞を受賞。平成11年7月9日、MBS ラジオの日で読売新聞広告賞を受賞。2003年、ドラマ30、桜咲くまでの演出プロデュースでドラマ復帰し、2004年の虹の彼方以降、プロデュース2000年。2005年の約束、2006年のガキンチョ。 リターンキッズなど独自のコンセプトワークによるオリジナルストーリーとマルチメディア展開で昼ドラに新風を巻き起こし熱狂的なファンも存在した。同年、ギャオ制作のシーンやドラマ、スイッチを押すときにもプロデューサーとして参加。2007年のドラマ30プロデュース作は映画、パッチギ。フラガールの葉原大輔脚本作品を万歳。このとき、 並行して準備していた、泉ピンコ主演、おふくろ先生の夕張診療日記が2008年2月25日、月曜ゴール電枠で放送。企画が立ち上がる前年2月から北海道、夕張をたびたび訪れたという。同年、秋の深夜ドラマ、親孝行プレイのプロデュースに参加している。2009年4月、深夜ドラマ、漂流ネットカフェ、子育てプレイをプロデュース。 同年6月8日、徳島県上勝町を舞台に、おふくろ先生の診療日記2から1枚の葉っぱが生んだ奇跡の物語を放送。7月の深夜ドラマ、子育てプレイモア、同じく10月に古代少女、ドグちゃんを企画プロデュース。本作より、監督復帰を果たす。同時期の放送作品、深夜食堂でも、プロデュースの他監督としても参加。 12月14日放送松本清張生誕100年スペシャル中央ルサがこの年7つ目のプロデュース作品となった2010年4月からは深夜ドラマアザミ城のララバイ MMQ 古代少女体土群部 V でプロデュースと監督の両分野で活動2011年の3.11東日本大震災以降はドキュメンタリーディレクターに転向主に 南相馬の取材に入る。単身関西に戻り、月1回1時間の放送というローテーションの中、3年間で7作品の1時間、物を世に送る。温泉診療所医者と少年と母親とが、ギャラクシー月刊奨励賞を受賞。以前に書いていないがドラマ、おふくろ先生の夕張診療日記以来の開挙となった。以後、叶える、落語家、小福末隆と、 ガン、あがたもりだ。天が崎の島唄、当たり前のこと、現代美術家、堀尾さだはるなど、3年間で7作品を世に放った。2014年からは、東京に戻り、映画を主体に企画を進めている。ありがとうございます。